よどんよどんよどん。花束？あれ、ちょっと待って。花束置いてあるみたい。あ、ペットボトルのゴミだ。花束に見えた。これが上だけの青いのが包みの包んで 花を包むさ、紙に見えたこの青青やん。騙された。あ、またゴミ。なんだよ、民度低い。さすが田舎、どこにでもありますよ。東京だって埼玉群馬観光、あの心霊スポットに行くとね、ゴミはね大概ありますよ。不法投棄。わざわざ、そうね、たまたまなのかな、誰もいないからゴミ持って帰る。ビビったね、嘘つくなって。お祭りで他のゴミ、そうですよ、お祭りで他の人のゴミも片付けて、スリップ中持ち帰ろうかな。地元の人入れたのかね、お骨さん。そうね、家ありませんね、この辺り。ジャカパータスリップ中地元の人入れたの。お台場行ったけどゴミすごかった。そうなんだよね、もうそれこそ日本人の民度じゃないけど、同じ、どこも同じよね。花束添えたら石碑？ならね、この辺りは24度とかそのぐらいじゃない？ 23、4、5、24 ぐらい。この辺りは寒いよね。コミケはゴミと汗で臭い、オカマが出る、スリープ中、東京も涼しい。同じだ、東京も涼しいのか。幽霊さん出ておいで、涼しいね。こう、あ、街灯あるんだけどさ、街灯あるんだけど電気消してるのかな。今ほとんどこの道使われてないよ、だからあえて意図的に消してるのかもしれない。コミケ行きたい？あ、戦没者に、それはね、添えたりよね。稲川師匠の言った日高、白鷹大臣廃神社は行きません。もし次回機会があればお邪魔したい。もしね、関西回る機会があれば次回違う場所を回りたいですね、今回とは。そしたらその場所もリストに入れて。省エネ。コミケはエロい目線しかおらん。そうなの？ノラミークいるかね。あ、コミさんありがとうございます、嬉しい。奈良の方ですか、もしかして。コミさんか、嬉しいです。奈良初めて今日来たんだけど、この峠怖いですね、本当に街灯なくて。まあただの峠なんだけど、されど峠じゃないけど、異様な感じがするこの峠。まあ使われてないからかね、思い込みもあるんだろうと思うけど、なんか怖い。こういう感じで、ほら標識もこんな感じで、マラソンの自転車の人と同じ速度。エロ目線、駄菓子コーナーあるよ、森蔵さん。あ、愛知の、あー、あれね、千葉が何だって。観光配信ゼロだね今のところ。私も配信外でも観光してない、何も食べてない、ご当地のものを食べてない。コンビニかすき家か、こんな感じ。いわく教えて。いわくはね、調べたらね、心霊スポットしか書いてなくて、そのいわくを私見つけに来た今
私が証明、その曰くを証明しよう。できるのかできないのか、山梨北海道山移動ないしに関西に来たのか、配信心霊配信心霊スポットに来たくて来たんだよ。それが一番の目的。スキア配信ツッコミなくて震えた、何のツッコミ、ごめんなさい。奈良ん兵庫岐阜兵岐阜ストイック、うん、ポケモンはさバッテリー食うからさ、なるべくじゃない、全然控えて、移動がね あちこち移動するからさ、レベルいくつだいくつかな覚えてないや、23かな、あれからもうアプリ開いて何日も開いてないんですよ。配信中は一度も開いてないから、いつから開いてないのかな、金曜日か木曜日ぐらいからもうポケモン開いてないよ、アプリ。これ1時間枠だね確か。あ、もぐおさんどうもありがとうございます。花火配信ね、今ボーナス期間中なの、なら街並み綺麗なんだ、ならようこそ。ポケモンはいや、遠征中はあれバッテリー結構食うんで、ポケモンはそうそう、バッテリーも限られてるからさ、外配信で使うバッテリー限られてるからさ、なかなかね、実は今日もお風呂で、遠征来てから毎日銭湯で、宿銭湯なんですよ、スーパー銭湯で寝てるんで充電できないんですよ、一度も充電できてないからさ、なるべく控えて。そうですね、心霊スポット配信散歩ですね。満喫はね、実は満喫ね、ここ関西に来てまだ一度も満喫はね寝泊まりしてないんですよ。それがあと6本だけど、4本はあとの6本はチャッチバッテリーだからすぐなくなる。大容量なのが4本で、それが重要なんですけど、これが4本目。レスリング楽しみだね。そう銭湯天国、そう、私関西を楽しみたくて、いろいろな意味での関西を知りたくて、ここから峠の入り、これがここから峠の入り口なのかな。満喫寝てるよ、満喫ですぐ即寝る。関西を楽しみたくて、そう何関西の男ん、今まで死んで出てない、いつか出ると思うんだけど、何を、関西を楽しみたくてさ、ね、そ即寝る裸の男、何それ、何か美味しいもの食べてない、何も食べてない、おにぎりと関西のあれ食べた、どん兵衛の関西味食べた、最高、関西バージョン、関西のだし違うね、関東と、関東はカツオベースでさ、関西は昆布ベースでだしがさ違うんですよ、どん兵衛の、しかも特盛り、そう関西ソースの匂いしない、スーパー天国やんけ。何これ、あら廃墟だ、廃墟、いきなり廃墟、峠の入り口の廃墟ある、すごい、鹿せんべい美味しい、鹿せんべいはもごもごしてんじゃない、粉末の量も関東の方が多い、
と北陸はね無理しすぎてね、翌日ね毎日寝てましたからね、北陸遠征はね。峠の茶屋的な、なんだろうねこれね、これね三寄峠、三寄峠ともくりじゃないと足らない。俺も女子風呂入ってみたい。大阪も、大阪行きましたよ、大阪行きました。あやさん大阪行きましたよ、配信しましたよ、大阪配信。セント君の角化けたん、宇治、宇治って奈良なの、宇治。私どこかで宇治の、もう3日4日前に宇治のタルト買いました、お土産で。これは何だろうね、コテージ的なやつ、何だろうこれ、よくわからん。雨大丈夫、うん、でもお風呂出たらね雨止んでたから、寝てる間に一雨来たんじゃないかな。森地さんの、森地さんの顔わからないんだよね、後で教えてくださいよ。本当に買う場所秘密、タルト美味しいよね。宇治は京都、うん、和骨、はいどうも、十円玉も京都、はいはい、とろり。止まるな。清滝で声してた？清滝で？清滝トンネル最高、最強清滝トンネル。雰囲気抜群。清滝トンネルすごい。あ、清滝トンネルすごい。それから清滝トンネルの次、東山トンネル？あそこもすごい。あ、京都のトンネルは違うよね。雰囲気が全然違う、関東のトンネルと京都のトンネルは。ここの誘惑をね私見つけに来たんです。幽霊の心霊スポットではあるんだが、誘惑が書かれてなくて、その誘惑をね私これ今日探しに来ました。